この中風穴の奥にブラックセイントたちがいる。洞窟内の道は複雑だ。鈴の音でお互いの居場所を確認しよう。どうして兄さんがああなってしまったかわからないけど、心を入れ替えてくれるよう説得してみるよ。好きにしろ。だが一騎は裏切り者だ。力に訴えねばならん時はくれぐれも邪魔をするなよ。キキ、シリュウがここへ来たらこの鈴を渡してやってくれ。鈴の音を頼りに合流できるように。わかった。でもシリュウが生きてここに来られるかどうか。十風穴にはブラックセイントたちが待ち受けている。みんなくれぐれも気をつけて。任せておけ。ブラックセイント、兄さんも近くにいるのか。できない。これは聖夜のクロスだ。聖夜はこの近くにいるはず。深手を負って気絶しているようだ。さあ、すでに死んだも当然の男の救助などそこまでだ。それにこのブラックアンドロメダとの戦いにそんな余裕はあるまい。だったら
君を先に倒すまでだ。お嬢様に指一本でも触れたら命はないぞ。アテナと勝利のために、行くよ。いざ参る。これだ。まだだ。そーら死ね。真っ二つだ。俺に任せとけ。見えたぜ。熱の剣ユニコーンキック、行くよ。いざ参る。まだだ。桃で竜に天高く、ソーラシネトリパー、行くぜ。エクスカリバー結節、受けてみろ。どうだ。ほら、勝しな。クラウタック、これだ。行くぞ。行くぞ。ソーラ、この俺が切り裂いてやるわ。命まで奪うつもりはない。ここまでにしよう。ブラックファングネビラ、これは目の前の敵を放っておく方が悪いのだ。今反撃すれば聖夜は地の底に落ちてしまう。手を離して反撃したらどうだ。どの道お前が死ねば聖夜も死ぬぞ。僕は誰も傷つけたくはないのに、なんて卑劣だ。何、君の相手などチェーン一本で十分だ。見せてやろう。これが本当のアンドロメダのネビラチェーンだ。そいつは国試験にやられたのだ。もはや1、2時間の命だ。ブラックドラゴン、洞窟に入った後ずっと影から監視していたみたいだけど、僕のチェーンは塔に感づいていたよ。誰にも気づかれていないと思っていたが、さすがネビュラチェーン、噂通りだな。だがそんな戦術に頼るまでもない。私一人でも君を始末できる。暗黒の中にもう一人敵が潜んでいるのか。行け、ネビラチェーン。ブラックドラゴンは二人いたんだね。それは私の兄だ。目の見えぬ兄はこの暗闇の洞窟では伏竜となって敵を欺くことができるのだ。君は実の兄が目の前で倒されても助けもしないのか。残念だが我らブラックセイントはそんな情けは持っていない。違う、この感情があるからこそ
僕たちの命もやることも全て意味があるんだ。君は仮にも一騎様の弟だ。おとなしく十風穴から出て行くなら見逃してやろう。そうだ、そして国試験から聖夜を救う方法も教えてやろう。それともここでお前を倒し聖夜を救う方法を聞き出すかだ。大丈夫だ。危ないところをムーが救ってくれた。だから生きて戻ってこれたのだ。愚かな。見たところ立っているのがやっとではないか。確かに回復はしていないが、これが友情というものだ。お前には理解できないだろうがな。ふん。このブラックドラゴンがここに葬ってやる。私を倒したとしても、シリュウ、君も死ぬのだぞ。私にはわかるぞ。君は体内の血が極端に足りない状態で、昇竜派を撃ったな。友情のために命を捧げろというなら、望むところだ。ブラックドラゴン、そちらも約束を守って、聖夜を救う方法を教えてほしい。君のような男がいるとはな。よせ、それ以上動くと死ぬぞ。血止めの急所、新王天をついた。これで君は死ぬことはない。なぜ最後の力を俺のために。君たちと戦って私も変わったのだ。私も信じてみたくなったからさ。君たちの言う友情とやらをだが、少し遅すぎたかな。シリュウ、大丈夫か？大丈夫だ。奴は俺を救ってくれただけでなく、聖夜を救う方法も気づかせてくれた。セイブラックドラゴン、敵として出会っていなければ。来たか。ブラックスワンからお前たちの技は伝わっている。まとめてかかってこい。どういう意味？僕たちの技を兄さんが全部知っているって。そうだ、ブラックスワンが俺たちの技を残らず調べて一気に伝えたのだ。だから今の一気にはなおさら歯が立たない。ヒョウガ、大丈夫か？大丈夫だ。幻魔剣を食らって気を失っていただけだ。よし、じゃあ一斉に攻撃を仕掛けよう。一騎を倒さない限り
おとなしくゴールドクロスを返してくれそうにない。これ以上みんなを巻き添えにはできない。兄さん、僕は兄さんと戦うために来たんじゃない。命を捨てる覚悟で来たのです。僕と修行地を交換したせいでこうなったのなら、どうか僕の命と引き換えに昔の兄さんに戻ってください。敵を前に、みんな地獄のような苦しい思いをして帰ってきたんだ。それを一人だけいじけやがって、この弱虫め。黙れ。さあ4人一度にかかってこい。一人ずつでこのフェニックスに歯が立つと思うな。になってこの程度の実力か。それで俺に勝つつもりだったのか。違う。愛も友情も涙も全て捨てたお前が勝つ術は何もないんだ。勝士、お前らごときフェニックスの羽ばたき一つで消し飛ぶわ。俺が氷の壁で幻魔剣を跳ね返した。一騎は自分の技を食らったのだ。もう辛い思い出に浸った。憎め一騎よ、全てのものを憎むのだ。お前を身代わりにした弟を憎め、お前を孤児にした親を憎め、お前を不幸にしたグラード財団を憎め。憎しみこそがお前を強くする。